2010シーズンのチームフォト2008シーズンのチームフォトクラブ首脳陣ノバ・イグアス FC はブラジルリオデジャネイロ州ノバ・イグアスを本拠地とするサッカークラブである。1990年4月1日に創設された。最大のライバルは同じ都市のアルトスーである。ノバ・イグアス FC は1990年4月1日にジャニオ・モライスの主導の下、25人の 自営業者によって創設された。1994FIFA ワールドカップ優勝メンバーのジーニョはクラブの創設者の一人であり、クラブのディレターパートナーを務める。1994年、カンピオーナーとカリオカ3部に優勝して2部に昇格した。2005年、カンピオーナーとカリオカ2部に優勝して、翌年、1部に昇格した。2006年1月14日、 エスタジオラウリーノでオリベーラにて、クラブの歴史上最初のカンピオナーとカリオカの試合を行い、ノバイグアスは1-0で、若手メンバー中心とはいえ、フラメンゴに勝利した。2008年6月21日には、コパリオの決勝で、アメリカの FC を下して初優勝した。エスタジオジュリッチコーチーニョホームスタジアムは、エスタジオジャニオ、モラエス、通称ラランジョン。 2009年に開場し、収容人数は1810人である。かつてのホームスタジアムは、エスタジオ・ジュリッチ・コーチーニョ、通称エスタジオ、エジソン・パッソス。2000年に開場し、収容人数は16000人である。クラブは愛情を込めて、カホーセウーダ・バイシャーダと呼ばれる。これは、同じオレンジ色をチームカラーとするオランダ代表が、1974年の、 ワールドカップでオランダの回転木馬と呼ばれたことに由来する。クラブカラーのオレンジ色は、ノバイグアスが1930年代まで世界的なオレンジの産地であり、現在も都市のシンボルの一つであることにちなむ。ありがとうございます。